病弱だったあいつとはこんなにも違うというのに、ますますあいつに似て可憐に美しくなってきた。あいつ譲りの月明かりに照らされる絹糸のような繊細な髪、宝玉のように透き通った瞳、その面影は、本来ならあいつもお前のように野山を駆け回っていたのだろうな。くすぐったいよ。お前は俺を置いていったりはしないな。お父様、本当にどこも具合が悪いところはないんだな。熱は、頭が痛かったりしてないな。もうお父様ってば大げさかな。ほんの少し寝込んだだけなのに。父親とはそういうものだ。たった一人の娘、心配して何が悪い。帰ってきたんだ、私の故郷、私の。あれ、お父様。どうした？私が旅に出てたって本当？それはどういう意味だ？くーちゃん、何も覚えてないみたいなのです。旅をしていたこともそこでの思い出も。向こうで神たちと会ってたこととかも忘れちゃってた。そうか。お父様は私が何をしてたのか知ってるの？いや、詳しいことはな。可愛い子には旅をさせろという、遠くから安否を確認するくらいで、なるべく干渉を控えていたのだ。しかし、どうやらお前を自由にさせすぎたことが仇となってしまったようだな。だが気に病む必要はない。特に何かあったわけでもない。平穏な旅だと報告を受けている。そうなんだ。若様。ドリー、グラ、それで間違いないな。はい、特に何かあったようには見えませんでした。僕たちもそれ以上のことは何も。そっか、わからないんだ。何も思い出せないのがこんなにもどかしいだなんて。悪魔、こんな気持ちだったのかな。今誰のこと？ただいま戻りました。ういっす。いやー、疲れた疲れた。あ、おかえりなさい。お疲れ様。おか、いやー、何度乗ってもどうも船旅ってのは慣れなくていけねえ。やっぱ地に足がついてねえとおちおち昼寝もできやしねえってもんだ。ご苦労であった。報告は後ほどにでも聞こう。今はゆっくりと骨を休めるがいい。そうさせてもらいやすぜ。まずは風呂に入ってさっぱりとし。お嬢、やっと目が覚めたんですかい。心配しやしたぜ。お加減はもうよろしいんで。うん、それは大丈夫。ただただちょっと、いろいろと思い出せなくて。みんなは私が旅をしてたって言うんだけど、そのこととか何も覚えてないんだ。へえ、覚えてないね。